長さん。はい、こんにちは。今日ですね、この金をね、新しいおもちゃなんですよ。新しいって言っても買って結構経つんですけどね、今まで超ビビってて、はい、触ってもくれなかったんですけど、最近なんかこう興味津々になってくれたんでね、ちょっとぶら下げて遊んでみました。すごい興味を示してくれるんですよね。はい、なんかね、ほら見てくれてるでしょ。すごく触りたいんだけど怖い。すごいですね。ビビってます。おお、来た来た。でもね、触んないんですよ、怖くて。あと一歩触れないんですよね。はい、ヨウムってね、なんかすごい怖がりなんですよね。捕食される側ですからね。はい、ビビリなんですよね。すごくね、興味は出すんですけど近づいてきてくれない。もどかしいですね。あ、そうだ、この下ね、すごい汚れてるんですけど、さっきね、掃除したばっかなんですよ。でもね、なんか遊んでるうちにいきなりもう30分くらいで汚らしちゃいました。早いですね。破壊がすごいですよ。はい、調子いい時はおもちゃも2日くらいで壊しちゃいますからね。今この違うもう一個の紐みたいなのぶら下がってると思いますけどね、そのおもちゃだったら2日くらいで壊しちゃいます。お、また興味示し出しましたね。お、触りたいけど触らないみたいな。これね、本当に怖がってくれないとずっとぶら下げられるんですけどね、ステンレスだから、結構いいですね。お金かかんなくて。木のおもちゃだとやっぱり壊れちゃうんで、お財布に厳しいですよ。それじゃあ、さよなら。